泳ぎの荒すぎ。システム障害もメンテナンスもなく無事に開催したわ。私たち W07 は英雄の城がある昆明の地を舞台に戦ってきたのだ。だけど今回狙うのは主城、コンティノーブル。その舞台はここ、バルトリア。回路があって移動に結構手間取るらしい。ちなみに私は船に乗ったことはない。さすがに乗り方の勉強してるよね。うんにゃ。なんでなのだ。5本、領土戦開始時に集まったのは総勢48名の仲間たち。時間が進むごとに人数も増えて最終的に50人強は来てくれたのだ。さて私たちは移動早々本拠地をルカ裏側に設定。近辺の城と村を攻め取る予定だったけど、残念ながらクランレベルが足らず。クランレベル？城を攻めるのにはクランのレベルが必要とされる城がいくつかあるのだ。トラカーラを攻めたかったんだけど、ここを攻め取るにはクランレベルが6必要だったのだ。あや、それが足りなかったのね。まあ仕方ないのだ。私たちが確保できないので連盟クランが取ることになったんだけど、なんか来なかったらしい。来なかったんかい。ということで一回ここは放棄。それから第一部隊は第二部隊と共に南下したのだ。場所はここ、ダナルス。ここまで来るのにめっちゃ時間かかったらしい。まあバルトリア広いもんね。一個一個の領地が。そしてここを攻撃。紫戦場での本格的な領土戦がようやく開催できたのだ。敵3人数振りにてダナルスの確保はすぐに完了。第一部隊が中に残り第二部隊が近辺を警戒。攻めてくる勢力を片っ端から野戦して第一部隊を支援したのだ。なんか第一より忙しそう。第二部隊はここ来るまでに3つの領地で野戦支援してたのだ。やっぱ忙しそう。そして敵勢力襲来、前線基地を山ほど立ててきたらしく、相手さんの本気具合が伺えたのだ。第二はそれを9本壊したのだ。過労死しちゃう。村と村が遠いから補給箇所を立たれるときついんだよね。お、なるほどね。第一はがっつり村防衛、押し引きがしっかりできたようで2度の攻撃すべて耐えて勝利。連盟も近辺の村と城を確保して領土戦終了。最終結果はこんな感じ。味方連盟もたくさん領地を確保できたのね。でもまだ紫戦場序盤、油断はできないし領地が塗り替えられる可能性も高い。まあそれはそうね。てなところで土曜日の振り返り終了。それでは本編頑張ってなのだ。任せなさい。クチトラ3回領土戦参加してないからうずうずして仕方ないのよね。いってらっしゃいなのだ。ってことで久しぶりの領土戦、めちゃんこ楽しみです。土曜日は参加できず前回は火曜日がメンテでできず、青戦場でも戦わず前シーズンも暇が続いたのでほぼ戦わず、待って私がっつり領土戦参加って本当に何週間ぶり ?3 週間くらいじゃないかね。これ1ヶ月やんけ。でも工場戦はやってたんだろ。まあはいやってました。金戦場が恋しい、その領域に踏み入れちゃったのね。やっと上位隊の人の気持ちがわかったわ。ってことで現在はダナルスに向かっている最中です。今回は防衛メインの戦いになる。だが初めての村マップだぞ。え、マジ?今回防衛する村のマップはこれ。うわ、何これよくわかんない。名称はこんな感じ。あ、ちょっとわかりやすくなった。防衛側は A 補給を守りつつ中央、敵本拠を攻めることがメインとなる。なるほどなるほど。でもやるからには敵本拠まで押し込みたいわね。攻めてくる相手と第二部隊の活躍にかかっているな。そういえば第二部隊って基本的に何をしているの？基本的な動きは野戦支援がメインとなるな。だがこれをすることによって村、城に攻め込む予定だった武将を阻止できる。私たちも何回かやってたわねー。やられたこともあったけど。あったなそんなことも。もうちょっと詳しく説明したいが、それは第二部隊に行った時でいいだろう。行く時やるのかしら？人数に余裕があれば第二部隊の活躍も録画したいからな。行く時はあるかもだぞい。なるほど了解。じゃあ作戦の話を。あとはファッションで。ファッションで何とかなるか。連盟の移動先を確認中。この青点だな。まだ領土戦は始まってないがちょっとばらけてるのかな。でもこっち集まってきてるみたい。ってことは今回はこの辺の防衛をする感じかな。じゃあ動きも確認したし、そろそろ周辺の確認が取るやんけ。攻める気満々ですね。報告して村の中に入るか。数人溺れてない。まあそういう日もあるんです。そんな日やってたまるか。ってことでやっていきましょい。守りはダナルス村防衛。先発3パーティーが中に入って目標地点を制圧。お前のパーティーは中央拠点に陣取ることが目標。中央ちょい奥の階段に構える感じだったわね。そういうことだ。そんじゃ頑張れ。了解マリサ。ってことでやっていきましょう。ノブリン総隊長のメンバーのみ補給を経由して合流する。あとは敵の動き次第で合わせてけ。久しぶりすぎてどんな感じだったか忘れてるわ。まあやっていきましょう。マップが初めてだから慣れるのに時間かかるかもな。階段をもう一つ登った先が中央だな。ほむほむなるほど。で構えたいのはここですか。でも兵団がなかなか来ない。ちょっと足遅い兵団だからな。あ、でも他の人たちは来てるか。私の兵団早く来い。と構えたのはいいけど後ろから結構来てるっぽい。じゃあそっち対処しに向かわないとな。味方結構いるんで私は一回下がりますね。階段からめっちゃ上がってきたな。最近の大盾硬いから普通に脅威なんですよね。軍魂とかでブロック値とか上げられるしな。頑張れば1000ブロック値くらい増やせそうなんですよね。おいおい待て待て、機械めっちゃ置かれてるから。これは阻止したいところだが、いけるか。左右からスイス栄光に殴られててくっそ痛いんで。さあ結果飛んできた。ちょっと待って、私の兵団どこにいる。おい、いやでも壊しに行かねばまず。
機械長遺体は、兵団は残ってるのに、何もできなかった。ただいま戦場、ウッパ中央回されとるやんけ。補給落ちちゃってるのか。どうやら今回の敵さん補給阻害が厚いようです。これだったら補給騎馬で行った方が良かったかね。いやそっちはなんとかなるらしい。じゃあ中央受け散らしますか。ちょっとやり兵団が多いけど玉林は止められた時が最も強い。2番スキルでドン。先入れで入った玉林に続いてるから刺さるかな。頼む軍魂結構いいのつけたから、意外と刺さっとる。あーっても襲撃切れたなこれ。まあ、一発で50キルならいいやろ。ムムッ馬の足音。味方の馬だったナイス。あとは残ってる武将だけかな。ムルミロが中央に陣取ってます。もう襲撃はないからきついかな。敵の牙が横っ腹から入ったな。もう私の馬はダメです。兵団を補給しに来ました。補給阻害警戒してここはベネチア出しておきますか。なんか止められた？いや敵武将おるやんけ。話には聞いてたけどマジでヤッコさん補給阻害に先にフォース多いな。いや3人もよこすなや。そどしに到達。おまけに兵団がちょうどなくなったタイミングで。タイミング良すぎんよな。いやこれは無理です。私はここで耐えて死ぬ。ほるーこれは補給に兵団置いておかないとかもな。あでも本拠回ってるすげー。でこの後は本拠回しきって勝てました。おお勝てたのか。本拠回ったらあとは命のリレーですからね。とはいえ補給阻害がやばい。タムシファさんナイスファイト。次も攻めてきそうなんで次はその辺注意してみようかと。今度は正面から攻める形に変えてきたみたいですね。馬後ろから来とるやんけー。武将で止めてくれてるから意外となんとかなったみたいだな。これ決まってたらきつかったな。マジただ継ぐ硬すぎんか。中央やばいってよ。マジで想像の3倍やばい状況だった。よく見てみるとただ継ぐと中世だけか。ベネと玉林の残党もいるくらい。待って今ただ継ぐの援軍見えて座ってるから無視しとくか。来る前に片付けるぞ。いやでも味方兵団少な。ただ継ぐと玉林しかおらん。ちょっと不安だけどなんとか耐えてもろて。ただ継ぐ2枚相手はきついのでは。でも味方武将は優勢だな。兵団来てほしいな。この感じまた補給阻害されてるな。その通りです。マジで多すぎだろ。補給阻害どうなってんだ。とりあえず後ろから殴って兵団よろめかせるぞ。体力がちょっと無理しすぎた感じかね。ここで死ぬわけにはいかん。味方来るまで私のただ継ぐでなんとか維持してやんよ。足回が回復してもろて。マーキマーキ、あの増援まだですか。前線張ってた味方が戻ってきてくれたみたいだぞ。うわーよかった。よしよし、これなら中央押し返すことができそうですね。周り走ってる玉林が活躍してくれたな。私は耐えてただけですしねー。ちょい待ち、敵本拠回っとる。うわマジですか。じゃあこんなところにいられねー。命のリレー始まるんでみんな敵本拠行くぞ。まだ回りきってるわけじゃないからなんともだがどうだ。ただ継ぐとおじいちゃん歩いてきた。あでもこれ敵本拠回るな。よしよし、敵本拠に移動移動。中央補給全部捨てて本拠行けば勝てる。うわーお味方ナイス。じゃ兵団置いて本拠向かいましょうかね。へっへっへ。敵が兵団補充のために B 補給に偏ってたんだな。ここのただ継ぐくん中央行こうぜ。体力ないけどやれるだけやりますか。犬影さんのただ継ぐが敵本拠入ってくれたな。これはそうそう崩せないだろう。じゃあそれを援護しますよん。だけどこれ敵の玉林だな。キッズ。うわ敵ただ継ぐと中世だ。中世はちょっとまずいかもな。最近あんまり見ませんが、武将介入後に推進はクソ痛い。犬影さんのただ継ぐが、綾部馬がやられてしまった。味方敵本拠来てー。この後無事に勝てたのだ。意外とコンからの BGM っていいんだよね。おそうだな。ということで今回の領土戦は終了。ヤッコさんの補給阻害が本当にヤバかった。そのせいで本拠が手薄だったけどな。そこを突く形が多かったですね今回。渋垣さんがあの笛を吹いている？一人ならいい曲なんですけどね。あっちなみに渋垣さんが土曜日の領土戦の結果を詳しく報告してくれてるんです。PDF で作ってくれてさらに画像も送ってくれるんです。そのおかげで序盤の動画がいい感じに作れています。マジ感謝。今度鉄火の契約買ってあげような。え？ってことで今回はここまでだ。また次回のお楽しみ。それではご視聴ありがとうございました。